こんにちは、フヨダスです。先日、家に飼ってるニホンミツバチが大量死して、でその原因を農民連食品分析センターっていう化学分析してくれる機関にミツバチの死骸をなんかたくさん集めて調べてもらってたんですけど、今結果が来ました。で、結果の概要なんですけど、LC-MS-MS 分析131成分っていうやつをやりました。で、結果がクロチアニジンっていうのが痕跡があったということです。クロチアニジンはダントツなどの商品の主成分として販売されている典型的なネオニコチノイド系農薬らしいですね。米の生産の他にも野菜、豆、果樹とかなり多くの品目で使用することができる農薬らしいです。で、今6月なんですけど、この季節であれば使用している方多いと考えられますとのことでした。で、量が 0.03ppm から 0.005ppm、 これはミツバチの死骸を粉砕して出た量だと思うんですけど、大体 0.004ppm ぐらい出てるんじゃないかという結果でした。この ppm っていうのは100万分の1っていう意味で、ごく小さい値です。こんな微量な量で死ぬのと思って、ちょっとネットで致死量に関するデータを調べると死にそうな感じでした。約 0.0039μg ミツバチにクロチアニジンを与えると半分死にそうです。で、今回検出された量とその致死量を比較すると、だいたい 7.4% の値でした。だいぶ小さい値なんですが、超単純に考えて半数致死量の 7.4% はだいたい全体の 3% 致死にあたります。ミツバチはコロニーで1万匹以上で生活したりします。なので母数が多いんで 3% の割合で死んだとしても300匹くらいドサドサ死ぬことになります。そう考えると、今回何百匹も底板に死骸が落ちてたのも、この微量なクロチアニジンが原因として妥当かと考えられます。なのでクロチアニジンに対する恨み、憎しみの感情が生まれました。このクロチアニジンは結構厄介で、一回使うと長期間効果が続いて、さらに植物体にも浸透吸収されて効果を発揮し続けます。しかも今回みたいに10トンの水に1、2滴垂らしたような薄い濃度でも蜂が死ぬくらい効果的です。つまり殺虫剤としては超優秀な能力を持っています。ミツバチは花粉や蜜以外も田んぼの水を飲んだり、植物から出る露を飲みます。田んぼの水を飲んだり、農薬処理された露を飲むとミツバチが死ぬことが分かってます。クロチアニジンは EU だと最近屋外使用が禁止されたんですが、日本は逆に規制を緩める方向に行ってるみたいです。ミツバチが簡単に死んじゃうんで規制してほしいですね。以前からネオニコはやばい、ネオニコ系農薬はやばいって聞いたことはあったんですけど、今回はマジでやばいんだと実感しましたね。補足なんですが、近くの市営の自然公園でも毛虫の駆除してて、その成分をメモして個別に調べられないか分析センターの方に聞いたら快く調べてくれました。ただそれは検出されなかったです。トリクロホルンという成分でした。うちの市が害虫駆除をするときは残効性の低い駆除剤を使ってるみたいです。あと前回除草剤を疑っておきながらグリフォサートっていう物質の分析をちょっと出し忘れてました。それ以外の131の試験項目に入ってる別の除草剤成分、これは出てこなかったです。なので今回はネオニコ系のクロチアニジンが犯人ということで動画にしました。この分析結果は県の家畜保健衛生所にデータ提供という形で連絡しておきました。ちなみに今回検査にかかった金額が 27,500 円でした。ミツバチが大量死して農薬っぽかったら検査して報告するのが
いいと思います。ミツバチは蜂蜜作ってくれたり受粉を助けてくれるので、もっとミツバチが住みやすい環境になってほしいですね。今回みたいなことが起きた時の対策は、農薬を使ってそうな人に声かけて被害が出てる旨を伝えて、代替の農薬を進めるとかでしょうか。日本ミツバチは基本巣箱を持って移動することができないので、結構農薬対策の難易度は高めです。また薬は誰でも簡単に使えてしまうので、個人レベルの対策にもちょっと限界はあると思います。受粉を助けてくれる野生の花蜂類も死んだりするので、ちょっと規制してほしいですね。こういう事例があるということを皆さんに知ってもらいたくて今回動画にしてみました。多くの方に問題を知ってもらえば何か変わるかもしれないです。農薬問題はいろんな産業がかかってくるので難しいですね。では以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。